プルルルルルルプシュコー一軍デッキあれもヘルモです。今回なんですけどもついにですよ一軍デッキを、紹介していきたいなと思ってます。でまあちょっと一軍は一応本命デッキとサイドデッキとちょっと分けてるんですけどね。サイドデッキ一応15枚、なんか一応まあ公式ルールにのっとってやってはいるんですけども、まあ後で紹介するとして、じゃあまずは一軍デッキの方から見ていこうかなと思います。モンスターとトラップと魔法にちょっとカード分けたんで、まずはモンスターカードから。サイコショッカー、ヴァンパイアロード、アレキサンドライドラゴンが3枚、ヤタガラス、同族感染ウイルス、クリボー、魔導戦士ブレイカー、ファイバーポット、キラースネーク、セントマジシャン、ならず者、傭兵部隊、黒木森のウィッチ、ブレイドナイト、グリッター。こんな感じですね。で次が魔法カード、サンダーボルト、早すぎた埋葬、大嵐、ハーピーの羽ぼうき、ブラックホール、死者蘇生、光の護風剣、心変わり、スケープゴート、強制転移、強引な万兵、暗殺の使徒、サイクロン、強盗、天使の施し、強欲な壺みたいな。トラップカード、マジックシリンダー、赤い輪、危機流走、停戦協定、王宮の勅命、リビングデッドの呼び声、聖なるバリアミラーフォース。でモンスターカードのまとめなんですが、まあ、上級モンスターは、このサイコショッカーとヴァンパイアロードみたいだけ、まあ、基本レベル4以下のモンスター、まあ、ここら辺と、あとなんかわしは大体ここら辺の1600-1500ぐらいの四つ星モンスターでもガンガンこう攻めて相手にダメージ与えてライフポイントを超え出していく戦略なんで、まあ、ここら辺もまあ結構主力で使ってるか、普通にアタッカー要員としてやったりとかですね。ここら辺はあれかな、デッキの中のなんかマスコットキャラ的な感じのモンスターカードかな。ちょっともともとハンデスデッキだったから、まあ、エタガラスとかちょっとあったりとかしてるし、魔法カードで強引な場合かもうちょっと残したりとかで、まあちょっとワンチャンあれば手札破壊もできたらいいかなっていう、デッキになってますな。まあまあバランス重視、まあここら辺でまあそのちょっとキーカード、ちょっと欲しいカードとか手札に持ってきたりとかで、まあこいつでまあその邪魔なカード消したりとか、まあこれはなんかサポート要因的な感じでやってますな。モンスターカードはこんな感じですな。はい、で、魔法カードとトラップカードのまとめ、ちょっと全部一つの絵に収まったから並べちゃったけども、多分かなり凶悪な、まあ、15年前のデッキなんで、多分今もう全部禁止ぐらいのカードなんかな。ほとんどちょっと効果が強すぎて禁止になってるカードがちょっと多いと思うんだけど、まあ言うてここら辺ぐらいはまあ今でもあれなのかな、使えるのかな。とはもう多分全部禁止ぐらいなんじゃないのかな。バランス重視の、必須カード多めのデッキになってますね。でこれがサイドデッキなんだけど、多分この周囲の使者と回復の使者が出たぐらいにもう効果が強すぎて、何禁止カードみたいな、制限カードみたいなちょっとルールが適用されたっていう、まあ、遊戯王の歴史的な話なんだけど、手のがあって、まあ、そこから手に入れても使えないカードみたいなのがあったりとかしてて、で、まあ、あとここら辺がこれはなんかもともとハンデスデッキだったから一軍が、まあ、一応残してて、まあ、これをデッキに入れて、で、まあ、どこにバンヘッドを、まあ、ちょっと使いながら相手のなんか手札破壊しながらエタガラスとのコンボで、まあ、手札制限をかけるみたいなこともできるかなと。ちなみにこれ思い出のカード、一番最初に当たったレアカードってペンギンソルジャー、ちょっと可愛いからまだサイドデッキに入れたりとかしてますな。こんな感じですな。一軍デッキは紹介終わります。